僕は相変わらずいなくなるとか、ね、それやってるんですけど。何？発見するみたいな。いなくなるのね。いなくなって、ここにいたらやられちゃうから、これ。いつも考えてるのは、この蹴りと、相手の蹴りと、この手ね。いつも。で、取られて引っ張り込まれたらやられちゃうから。だから引っ張り込まれる前に攻んでもらってるけど、いつも攻んでもらってる。だから、取られたらどうしましょうかとか、打たれたらどうしましょうかってことは、上手くなってからやればいいことだって。最初はこう対峙して来た時にもうね、そこにいないでやっつけちゃうっていう、そういうことを研究じゃないな、そういうこと先にやった方がいいじゃないかと思う。持たれたらどうしましょうかって難しいから、ここだからね、だから線でまずもらって、線で来た時にいなくなって、この隙間を探して相手のことやっつけるって言って、自分が回す。もうそれしか考えてないんですよ。こうね、その時に自分の前にいて、こうね、やる。で、考えてるのは、こう逃げた時、逃げたっていうかな、来た時にこの手とこの足、いないところ、当たらないところにいつもいる。で、来てもこの手が、この手を妨害して来ないようにしてるとかね。で、こう来るのかもしれないけど、この手が来るかもしれない、この足も来るかもしれない。だけど、いないくなっちゃって、来てもいいよっていうところにいるっていう形ね。そういうことをたくさん想像できる場合いいし、少しか最初のうちはできないんだけど、少しずつ練習することによって、そのたくさん容量を増やしていくっていう形ね。で、まあ、さっきいなくなって、こう、やっつけるね、そういう。そういう話。じゃあ転換からやりましょうか。転換やっても転換やってもね、こうね、転換こうね、それで転換。これね、合気道だからこうやって待ってくれるんだけど、待って何もしないで待って、本当はこれ来るんだよね。入ろうと思った瞬間に彼も考えてて、こっちの手が来るか、こっちの足が来るか、あとはこう後ろ入ってきたらこれもうガッてやるとかね、こう来たらこうやってこうやってこう来るとか、いろんなこと考えてるわけだよね。でやってもらってね、実際に、はい、本当は結果みたいになっちゃうんだけど、テーブルをやってもらって、例えばこう入ってきたらなんだよ、こうなってきたね、そうすると出てくる。で出てきて、そのままこうやって出れればいいの。でも出れなかったらこう変わって、例えばこう彼は、なんて言ってみよう、役目だからね、あれなんだけど、なかなかできないんで、僕はそこが心配だから、できないけど、実際にはやってもらって、やってもらった時に、こう、ほら、なんかできるように、ゆっくりちょっと、お互いにやってみようからね、こう来て、こう来てね、来るのね、そう、来た、その時にこうね、なんかこう、そういう話ちょっと仲間同士でちょっと反撃してもらって、ちょっと難しいと思います。今日言いましたけど、このいなくなって僕がいなくなって何を考えてるかっていうのね。で、彼は必ず反撃してくるってことも考えてるのは一つなんだけど、自分はリラックスしてます。そう、まあ、それしかないので自由にリラックスして、自由に動けなかったら話にならないからね、自由に動くことがない。そして中心取られたらやれちゃう自分がやれちゃう、ね、だからやられないように自由に動いて、こう足とかで、こう足自由に動けるよね。どこでも動ける。こういうこと、重さの追求だからね、失敗してもいいから、せっかく合気道はね、割とね、形に押し、なんていうのかな、こうやってやりましょうよっていうふうに、形に押しはめてやってるから、自由度がないんじゃないですか。で、
不自由の中でこうそういう形を追い求めてるところがあるからね。だからそれよりもこう自由ね、自由こう気持ちが自由の方が大事だなと思ったよね最近ね。そしてまっすぐ回ってたら絶対できない。それから J さん言ってたけど、こうなんていうのかな、視点とかそういうことを考えられなかっただったらね、考えられるんだったらそういうところも、で考えられないんだったらもう自由しかないから足自由、ここから相手のなんていうの近く相手の手が出てこないところ、それで自由、それでまっすぐ、この3つぐらいで、こういうとこでやったらやられちゃうんだけど、こういうとこだったらやられないでしょ。で曲がってたらやられちゃった時にリカバリーできないんだけど、まっすぐだってるからで四角、こう四角当たらない、で自由とここでできるんだよね。でそういうことを考えながらやるって話で、最初は考えれることは少ないんだけど、そういうことを考えてやりましょうよって話。自由に動けるんだよってことを思い出してほしいんだよね。で合気道は相手が制限されて、しょうがないやつね、正面打ちしょうがない、片手持ちってこう不自由の中でやってるから、じゃなくて自由にね、こうでこう入っていくとか、こう入っていくとか、こう足とか近くとか、そういうことのが大事だって話よね。じゃあ少しやってみましょうね。大変ですけど、何でもいい、つもりでもいいし、当たって持ってもいいし、当て持ちでもいいし、何でもいいけど、ね、自由で、そう、自由で、こういうとこ自由なんだってことを思い出さないとできないから、こうやって足止めて、やっつけるためにやっちゃうから、うん、自由なんだよ、ああ、自由だったらな、自由だったら、歩いてきてまあね、自由じゃないですか。そういう話、自由だと思います。で、してます。じゃあちょっとやりましょうか。余裕が出てくるとね、相手の技が溶けてくる、引っ張り込んでるって左になりましたね。これ口続いたんだね。で、これジェイさんじゃないけど、技を利用して引っ張り込んできたら、技を利用してなんかで、技を利用してないと、できない。利用して自分が反応して、やってるのね。そういう風にやった方がいいんだね。で、少し利用して、こうやって、なんかこうやって反撃するの、反撃してくるのを利用して、こう、反撃、こう、なんか、こう、反撃するのってなんかこうね。いや、そういう話。じゃあ反撃してもらって反撃してもらって、まあ、あるとこがうまいかもね。ちょっとやってみようかね。じゃあ反撃をちょっと想定して、ちょっと反撃するのは正面打ちやりましょう。で正面打ちで、ね、こう来たら彼は腰を返して向こうにね、そう、それで腰切るの、そうそう、そうこうなっちゃうね。こうね、こう普通よね、こういうふうにこう、僕、ジェイさんはね、ここで回ってこういうふうに僕らは本部すればね、割とねこの中にこう、はい、こういうふうにやったので、重心を置いたりとかね、そういうことですよ。で、ジェイさんはこうしたらこうね、なんていうかな、横に並んで並んでこうやってこう向こうに入ってる。でこれ崩れないで起きて、こっちこっちが左足ついて、そう、それでこうなるとこうなっちゃうね。これをやってみようか。これを来たらこう来たね、来たら一歩ついてここに入ってきた。そこのところをね、こっち来るのね、これ反撃ね。そう重心取られちゃう。でこう重心取られて、こう膝がついたら終わり。これ以上反撃できないから、こう立ってればいいよ。こうやって、
こうなって橋継いでる。おお、あれは橋が日差しでついてなければなんとか柔らかいちょっとできるかもしれない。できるかもしれない。まあそういう話。だから一軒でしょうね最初。やる人はこう一挙こうやって、まあ、こっち入ってきてみよう。いずれにしてもこの足をついて反対向こうに行って、そうそうそう、はい、こうなってで足がこの膝さえつかなければあーってなって場所を作ってあげればできるから。じゃあちょっとそれからそれ一応の会社の場所ですね。最初の会社やろうかな。いいんじゃないの。じゃあちょっとやってみましょう。右投げで、右投げ、右投げして、こう、ね、こう。それが右投げやって、右投げ、こう来た時に、これってこっちに出して、こう、そうそう。で、こうこれ、こうやられちゃったのかね。右投げして、右投げ。さ、ここをこうってやるよね。こうね。だから。こう、あ、見なきゃ。そう、来てね、この手持ってるの。この手、来たらこう、手、来てあるよね。来たらこっち、足自由だよね。で、こう、ね、後ろに押せて、逆になっちゃう。が一つ。だから、ね、はい、はい、後ろ入って。そしたら、この手、後ろに行ったね。これ、二つ。だからね、大きさが足すぎちゃう。危なげな感じね。こういうのあるから。こう起きたら、こう入ってきたの。で、こう。じゃあそういうのを集中してるのか。で、こういうのか、うしゃ、なんていうのかな。かからないように、こう。こう、場所を上げて、どうぞってやってるんだけどね。普通はね。おく、そういうの来るよって、こうね、ここ持たれちゃって、こうやって持たれちゃって、持たれちゃって、なんかやって、持たれちゃって、こうね、やられたらやられちゃうから、なんか、こういうふうにやられないように、ちょっとね、こういうふうにやられないようにやりましょう。